水？上の階から流れてきてるのか。ミッキー、この楽譜から出ている闇に囚われてるのか。その闇は力ずくでは払えないよ。僕は魔法使いの弟子をしているミッキー。君はリクだ。力ずくがダメならどうすればいい。僕のことを助けようとしてくれてるのかい？ああ。そうか。でも、いずれ君とはお互いのことを助け合う友達になれそうな気がするよ。この楽譜の中で闇を払う音の力を手に入れられるはずなんだ。頼めるかい？わかった。任せてくれ。
俺を待っていたのか。ああ。キーブレードに選ばれし者、リック。何？はじめに選ばれたのはお前だ。しかし闇を抑制できず、闇に落ち、手にするはずだったキーブレードも空に移った。そう。お前はいつも誰かにとってのお荷物だ。そうかもな。だからこそ今ここにいる。今回も想定内だったが、お前の力は思った以上だ。そこまで話すなら、そろそろ種明かしをしたらどうだ。
どうやら本当にお前は闇をその心に閉じ込める術を知ってしまったようだ。闇への耐性を持ってしまったお前は必要ない。それはよかった。深淵の時は近い。Thank you.
これは一体どういうことだろう。空だ。空？なぜだろう。不思議と心が温かくなる。ああ、そういうやつだ。そうか、陸と空、君たちが解放してくれた音の力が合わさって、音楽という強い力が生まれたんだね。あいつはどんな状況も楽しんで、驚くようなことを平気で成し遂げる。結果、周りを笑顔にするんだ。そうか、空は音を楽しんだのかもしれないね。やっぱり空がそうやって自由でいられるのは陸のおかげだと思うよ。え？君たちはきっと自分を預け合っているんだ。だから安心して心のままでいられる。いつか君たちの力に加わりたいな。ああ、待ってる。ははっ。イエンシッド様、彼は大丈夫でしょうか。かなり無理やりではあるが、今大いなる魔法使いと妖精たちに時の流れの違う場所で取り急ぎ使えるくらいまでにはしてもらっている。あとは本人の思いの強さと体力次第だろう。そうですか。それと空と陸の方は？仮にゼアノートがこちらの動きに感づいていたとしても、デスティニーアイランドが闇に飲まれたあの時あの場所にいなければ、どんな力を持っていようが空と陸には近寄れないはずだな。ゼアノートがそこまで読んで行動していた可能性もあるんですか？さすがにそこまでは不可能であろう。空と陸のように時間を超えて見てきたのかな。時を超えるにはその時代その場所に自分がいる必要がある。ゼアノートが肉体を自由に行き来させる術は持たぬであろう。あ、そんな、まさか。ゼアノートは肉体を自ら失い、その後向かった先で陸の肉体を乗っ取った。なんということだ。まさかこれまでの全てが計算されたことだというのか。僕が彼らを助けに行ってもいいでしょうか。しかし夢の世界に入ることはできない。どこに向かうというのだ。全てゼアノートの計画のうちなら最後まで夢の世界にはいないでしょう。きっとどこかこちら側の世界に現れるはずです。そしてその場所は限られる。あとは心のつながりをたどって、かつてマスターアクアに教わったことです。王様、僕たちも。ありがとう。でも僕一人で行くことにするよ。今回はこれまでと違う、かなり危険な戦いになる。もしも空や陸、僕に何かがあった時に
君たちしかこの世界を守れないんだ。おい、空の気配を感じることはできないが、かすかに陸の気配は狭間の世界に感じる。あとは心のままに進むのだ。わかりました。必ず二人を無事に連れて帰ります。